買い替えたかこんなありますね。あ、これ以外にも資料館に200名ぐらい行ってますよ。これも郷土の芸能を。郷土の芸能です。妻が亡くなっちゃったからさ、はい、ホタルになって飛んでこいという気持ちがあるわけですよ。これはね、はい、うちが女房が動けなくなってから、はい、桜を見せてやるよって言って桜描いたんです。私が鈴木茂雄さんと出会ったのはこの睦沢町民の戦争体験というこの本を編集するときに、鈴木茂雄さんが手記をお寄せいただいたのが最初でした。当館で一応数として把握している数は1100枚ぐらいはあると思ってます。